守山区内城学区6156世帯約14000人が住む町です。守山区は市の北東部に位置し、南に矢田川、北に庄内川が流れ、区の北東の東国山から西南に向かって丘陵地帯が広がる起伏に富んだ地形となっています。内城学区は区の南部に位置し、名古屋第二環状自動車道も大森インターも近く、名鉄瀬戸線小畑駅があり、交通にも便利な町です。学区の南側には矢田川が流れ、瀬戸街道、千代田街道沿いには多くの店が立ち並ぶ、自然と町とのバランスの取れた住みやすい町です。さて、実際にこの地域が災害になったらどうなる？どうする？ 1. 浸水被害に備える。過去の浸水被害を知り、ハザードマップでいざという時の準備をしましょう。こちらは守山区の水害年表です。内城学区の境界となっている矢田川が氾濫した記録が残されています。特に1957年の豪雨では3000戸以上が床上浸水の被害を受け、当時守山市に災害救助法が適用されるほどでした。内城学区では内城の交差点から千種区へつながる小原橋が流出するほどの被害がありました。短時間集中的に降った豪雨であったため、東国山一帯では地滑りが起き、山の形が変わるほどだったといいます。こちらは名古屋市浸水実績図。東海豪雨以降の水被害で浸水した箇所が地図上にも記されています。赤い色のついた部分が平成12年の東海豪雨による浸水被害です。東海豪雨により名古屋市全域でも約4割が浸水し、守山区でも西部を中心に広範囲で浸水被害が発生しました。さらに詳細を見ると、内城学区でも東海豪雨により広範囲で浸水被害があったことがわかります。これを受け、名古屋市では原則1時間60ミリの降雨に対応する緊急雨水整備事業が進められました。今後大型台風や集中豪雨などの災害があったとき、内城学区ではどのような浸水被害が想定されているか、ハザードマップをもとに見てみましょう。まずは洪水によるハザードマップ。大雨で河川の水が堤防を越えたり、堤防が決壊した場合を想定したハザードマップです。学区すべての地域が浸水なしエリアになっていて、洪水による浸水の影響は少ないと見られています。次に内水氾濫ハザードマップ。内水氾濫とは、近年の集中豪雨などで見られるような雨水が排水能力を超え、雨水を排水できなくなり浸水する被害。20から50センチの浸水被害が予想されるのは黄色のエリア、点在していますが、千代田街道沿いなどの各地点が想定されています。深さの目安としては 0.5 メートルの冠水があった場合、大人の膝の高さ、車の下の部分が浸かるほどの水深で床下浸水の被害が予想されます。その場合の洪水時の心構えとしては、まず避難が遅れた場合は自宅上層階で退避しましょう。そして浸水が長時間継続した場合や孤立した場合の問題点について日頃から考えておきましょう。心構えと準備が大切です。浸水が長時間継続した場合や、それに伴い孤立した場合の問題点について日頃から考えておくことが大切です。
2番、地震に備える。ハザードマップでいざという時の準備をしましょう。これは森山区のハザードマップ。目にされている方も多いと思います。このハザードマップの苗代学区にグッドフォーカスし、詳細を見てみましょう。これはあらゆる可能性を考慮した最大クラスの震度分布のハザードマップです。あらゆる可能性を考慮した最大クラスとは、1000年に一度、あるいはそれよりもっと発生頻度は低いが、仮に発生すれば甚大な被害をもたらす地震のことです。苗代学区はすべての地域で最大震度6弱と想定されています。最大震度6弱の揺れとは、立っていることが困難になり窓ガラスなどが破損、落下することがあります。固定しない家具の大半が移動し、倒れるものも出てきます。耐震性の低い建造物は瓦が落下したり建物が傾いたりすることがあります。次に、地震と切り離せない大きな災害として津波被害があります。東南海地震のシミュレーションでも名古屋市にも津波が来ることが想定されています。苗代学区への影響はあるのか、ハザードマップをもとに確認してみましょう。千代田街道より南の苗代小学校付近で標高 25.1 メートル、小畑駅付近では標高 31.6 メートルとなっています。矢田川などはありますが、この標高によりあらゆる可能性を考慮した最大クラスを配慮しても、苗代学区での津波浸水はないと想定されています。次に、液状化リスクについて見てみましょう。液状化とは、地震の揺れにより地盤が液体のようになってしまい、建物に沈下、傾きなどの被害が発生することを言います。液状化の発生にはいくつかの条件があります。 1. その土地に砂が堆積していること。 2. その砂が地下水に完全に浸かっていること。 3. その砂が緩い状態であることです。苗代学区のハザードマップを見てみましょう。ハザードマップでは液状化の可能性が大、中、小で表示されています。液状化の可能性のある場所が多く点在しています。液状化の可能性のある区域は、特に小畑駅周辺、矢田川河川敷周辺で目立ち、苗代1丁目、2丁目、菱池町、大田井では可能性大となっているエリアも存在しています。そして建物火災、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震が発生した場合の火災の延焼の危険性を見てみましょう。まず、図の指標となっている延焼クラスターとは、地震に伴う火災が消防活動が全く行われずに放置された場合の延焼範囲のことを言います。木造住宅が多く道路が狭い範囲では延焼危険性が高い結果となっています。特に小畑駅など瀬戸街道沿いの地域は昔から住宅が密集しており、500から1000棟の規模の火災延焼クラスターが発生すると想定されています。また、建物倒壊、瓦礫などで道が閉ざされてしまう道路閉塞も地震に合わせて起こりうるリスクの一つです。現在のハザードマップでは、苗代学区のほぼすべての道路が閉塞確率 20% 未満と想定されています。ただし、狭い道路の多い地域では道路閉塞の危険度が高いと言われています。避難場所までの道路の道幅等の確認をしておきましょう。最後に、いざ災害が起こった時に避難する場所、給水ポイント、防災カルテを確認しましょう。まずは避難場所
名古屋市では急いで避難することが必要な場合は災害ごとに適した指定緊急避難場所に緊急避難し、その後避難情報などから災害の恐れがなくなったら指定避難場所に避難することになっています。内城学区の避難行動マップでは避難先の例として次のような区分けがされています。小畑南1丁目2丁目小畑城東は内城コミュニティセンター小畑朝日幼稚園へ、内城1丁目2丁目大田井菱池町は内城小学校へ、その他の地域は森山東中大森中小畑朝日幼稚園内城小学校のいずれかへ、以上が避難先の例となっています。そして断水時の給水ポイントは内城小学校になります。災害時に仮設給水栓が設置されます。そして避難所である小畑朝日幼稚園内城コミュニティセンターには仮設トイレが設置されます。これまでハザードマップをもとに災害時の被害想定やいざという時の避難場所や給水ポイントを確認してきました。名古屋市には今回まとめたように学区ごとの地区防災カルテといって地域の地形、歴史、災害リスク、防災活動状況など防災に関連する情報をまとめたものがあります。このようにウェブサイトの検索で簡単に確認することができます。この動画も防災カルテを参考にさせていただきました。ハザードマップだけではない細かい情報が載っていますので、ぜひお住まいの学区の防災カルテを一度確認して一人一人が防災・減災に取り組んでいきましょう。また内城学区には避難行動マップといって学区の皆さんが危険箇所や避難経路を話し合い作成された資料があります。このように町にある各店舗・企業が避難所などを提供している情報も載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。とちかつ TV では森山区の情報とともに今後も各学区ごとに細かく分けた防災情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。